ファジー・ゼラーは、アメリカ合衆国、インディアナ州ニューアルバニー出身の男子プロゴルファー。本名は、フランク・アーバン・ゼラー・ジュニアといい、ファジーは、彼の愛称である。1979年のマスターズと1984年の全米オープンで優勝し、メジャー大会に2勝を挙げた選手である。 1981年全米プロゴルフ選手権に1994年全英オープン3位もある。PGA ツアーではメジャー2勝を含めて総計10勝を挙げ50歳以上の選手を対象にしたチャンピオンズツアーでも2勝をしている。3歳からゴルフを始め1973年にプロ入り。1976年には8ホール連続バーディーの プロ新記録を達成。プロ7年目の1979年シーズンの3戦目、1月末のサンディエゴオープンでゼラーはツアー初優勝し、その資格で初出場したマスターズでメジャー初優勝。最終ラウンドの終了時点で、ゼラーとトム・ワトソン、エドスニードの3人が8アンダーで並んだため、マスターズ史上初めてサドンです。プレイオフを行い、ゼラーが プレイオフにホール目のバーディで制した。それまでは、マスターズのプレイオフは、翌日にもう1日延長で実施されていたが、この時から、サドンです。プレイオフ方式になり、現在に至っている。マスターズの大会創設期、第1回大会優勝者のホートン・スミスと、第2回優勝者、ジーン・サラゼンの後は、初出場で優勝した選手はいなかった。 それから5年後の1984年、ファジー・ゼラーは、全米オープンで、グレグ・ノーマンとのプレイオフに勝ち、ここでも、プレイオフで優勝をもぎ取った。この年の全米オープン開催コースは、ニューヨークの、ウィングド・フット・ゴルフ・クラブで、二人の並んだスコアは4、アンダーパーであった。ところが、2ヶ月後の全米プロゴルフ選手権の会場に着いた、時、ゼラーは、 背中の激痛に苦しみ、開幕直前で出場断念を余儀なくされる。脊椎部椎看板ヘルニアの手術を受け、試合への復帰までに半年を要した。手術から復帰した1985年、ゼラーは全米ゴルフ協会からボビー・ジョーンズ賞を授与された。これはゴルフにおいて優れたスポーツマンシップを発揮した選手に贈られる賞である。 PGA ツアーでは1986年に年間3賞を獲得したが、それ以後はレギュラーツアーでの優勝がなくなった。自らのマスターズ優勝から18年後、ゼラーは1997年のマスターズ終了後にトラブルを起こした。マスターズの監修の一つに、前年度優勝者がトーナメント開幕前に主催するチャンピオンズディナーがある。 1997年マスターズで当時21歳のダイガー・ウッズが黒人選手として初の優勝を決めた後45歳のゼラーが坊やはよくやっているよ。彼が来年フライドチキンやコラードグリーンを注文しないように言ってくれと話した場面がアメリカの CNN テレビで放映された。フライドチキンやコラードグリーンは 黒人が一般的に好む食べ物であることから、ゼラーの発言は人種差別発言の非難を浴び、彼はスポンサー契約解除などの社会的制裁を経験した。ウッズはゼラーの謝罪を受け入れたが、この発言の波紋はその後も広がり続けた。2002年からゼラーは50歳以上の選手を対象にしたチャンピオンズツアーに参戦を開始し、 これまでにチャンピオンズツアーで2勝を挙げた。シニア初参戦の年だった2002年にシニア PGA 選手権でメジャー大会優勝があり、2004年のマスターカード選手権でシニアツアー2勝目を獲得している。太字はメジャー優勝。ありがとうございます。